なんか昔結構かっこいい、なんか国産だったけどスポーツカー乗ってて、赤のフェアレディでます。あ、フェアレディだったよね。それで雨の日にパワーウィンドウが途中で止まっちゃって閉まんなくなっちゃったの。でもあたふたしてる山下さんを覚えてる。俺どっかでそれ乗ってきて、黒のカーボンに赤いあのサテンのシャツ着て3ヶ月かけて降りてきた時に、どうしたよ、どっから見ても俺ハリウッドスターだろう。そういうとこあった、あった。ミラーのサロン。あった、昭和。ミラーのサングラスって今かけないよ誰も。悪かったな。俺いっぱい持ってるよ。